だな。ダッチャレを企画した背景といたしましては、私の叔父が目が見えないということがありまして、叔父と幼少期と遊ぶ頃に遊ぶゲームがなかったということが挙げられます。おじさんと遊べるゲームが何だろうって振り返った時に、点字トランプや点字ウノなど、少しは遊べるゲームがあったものの、なかなか一緒に遊べるゲームっていうものがなくて、そこで私たちが、目の見えない人と見える人が平等に遊べるゲームがあったらいいなと思って、この商品を企画しました。視覚障害者団体の方や盲学校の生徒様に実際にタッチャレで遊んでいただき、最初はマークを触りやすいとか思って大きくしていたんですけれども、実際に遊んでいただくと大きすぎて逆に指でなぞりづらいという意見をいただきました。でそのアドバイスをもとに、親指の腹ほどの大きさにマークの大きさを改良しました。実際に視覚障害者団体の方々や盲学校の生徒様と関わる前は、自分たちだけで視覚障害者の方っていうのはこういう風にした方が遊びやすいんじゃないかなっていうのを一方的に考えてしまっていたんですけれども、やっぱり実際に遊んでいただくと、こういう点が分かりづらいとか、もっとこういう風にした方が遊びやすいというアドバイスをたくさんいただいて、自分たちだけで考えるんではなくて、自分たちが商品を実際に届けたい方たちに直接会いに行って、現地の声を生で聞くことが大切なんだなというふうに感じました。8月の商品化に向けて今もブラッシュアップを重ねている状態で、さまざまな視覚障害者の方や盲学校の方に協力していただいて、より良い製品を作っていきたいと思います。視覚障害者は世界に2億人ほどいらっしゃいます。その全ての方々が誰でも平等に遊べる楽しめる商品を作っていきたいと思っております。